エリザベス・エル・ノア・フィールドはイギリスの科学者である。ロイヤル・ホロウェイの科学部長を務めたほか、女性にロンドン科学界のフェローの表彰を与えることを目的とした1904年の西願の19の署名者の一人として知られる。1887年にケンブリッジのニューナム・カレッジを卒業し、1889年から1890年まで、 科学のアシスタントデモンストレーターとして働いた。1891年から1893年まではマシューモンクリフ・パティソン・ミュアの下で研究をした。ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイの科学教員と学生ケンブリッジを離れた後、1893年から1895年までリバプール女子大学でアシスタントミストレスとして働いた。その後は、 ロイヤルホロウェイで講師と科学の責任者を1913年まで19年間、務めた。ロイヤルホロウェイの女性学部長には上級講師の称号が与えられていた一方、男性の学部長には教授の称号が与えられていた。1904年、フィールドは他の18人のイギリスの女性科学者とともに、ロンドン科学会に対して男性と同様に、 フェローの表彰を与えられるべき理由を説明する誓願書に署名した。誓願は最終的に女性を科学界のフェローとして認めることにつながった。ロンドン科学会は現在の王立科学会として新設合併した学会の一つである。ミルドレット・メイゴス・ストリングは1904年の誓願署名者の一人であり、1897年に ロイヤルホロウェイで学位を取得していることから、フィールドに教えられたことが明らかである。ABCDE、Chemistry Was Their Life, Pioneering British Women Chemists, 1880から1949 World Scientific, 2008年。ISBN 9長7818億6094万9869。メイソン、ジョーン。 A40 Years, All Chemistry in Britain, 233から238ページ。Crease, Mary R.S., British Women of the Nineteens and Early, Twentieth Centuries Who Contributed to, Research in the Chemical Sciences.The British Journal for the History of Science 24, 275から 305, 土井 ,10.1017。ドイ 10. 10 S0007087400027370 S プミド11622943レーナーカナムジェフパウンディングオンザドアーズザファイトフォーアクセプタンスオブブリティッシュウィメンケミスツブルヒストケム28 110から119ありがとうございます